この時間は倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルスの時間です。倫理研究所とは生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から心の幅を広げるというお話をご紹介します。元外交官で作家の佐藤勝氏は小説を読む重要性を次のように述べています。人間が個人的に経験できることは限られている。そのため優れた小説で代理経験を積んでいくことは人生を確実に豊かにする。小説に登場する人物の心の内を代理経験することで人の気持ちになって考えることができるようになると佐藤氏は言うのです。職場だけでなく家庭や地域で私たちは様々な人と関わり合って生きています。時には意見の違いから衝突することもあるでしょう。人は皆生まれ育った環境は異なり様々な価値観を持っています。自己の人生経験で培った尺度だけでは相手を理解することはできません。読書を通じて代理経験をすることで相手の立場になって考える度量が大きくなるのです。毎日忙しく本を読む時間がないという人もいるでしょう。まとまった時間はなくても人を待つ間、寝る前の5分間など意識して本に親しむ習慣を身につけたいものです。今日の心がけ、本を読む時間を作りましょう。倫理研究所 USA のお問い合わせは電話 714-717-6209 倫理 USA.com をご覧ください。